はいどうも皆さんこんにちは、名もなき者です。今回は質問コーナーで募集したコメントに回答していきたいと思います。それでは早速いきましょう。一番最初の質問は、名もなき者に質問です。ぬいぐるみ日常のこと好きですか？これは皆さんがご存知の通り、私はぬいぐるみ日常から不遇な扱いを受けているので大嫌いですね。ですが皆さんはぬいぐるみ日常の視聴者だと思うので、これからも応援してあげてください。私はチョロプーたちが嫌いってだけなんで。じゃあ次の質問に行きたいと思います。名もなき者に質問です。編集担当のジュゲムさんについてどう思っていますか？まあこれも結論から言いますと、ジュゲムは不快極まりないですね。なぜかというと、あの人が私をこんな感じの姿にしましたからね。なので私はジュゲムさんが嫌いです。てか間抜け面のあなたと黒い球体のあなたはいつまでそこにいるつもりですか？え、ここにいたらダメでやんすか？名もなき者くんに質問です。好きな女優は誰ですか？ちなみに僕は沢口靖子さんと久美子さんと加藤真希さんと中山真由さんと聞いてもないのに好きなものは何でも次々言う。お前は私よ、沢口真希の記事か。好きな女優ですか？私はあまり女優などは知りませんが、唯一知っている女優さんがいます。それは深田恵美。質問、ドンペンのことどう思いますか？ドンペンさんに関しましては、ストーリーを見てもらえればわかると思いますが、まあ私のことを机の上から落としてきたんで嫌いですね。ドンペンさんのアイコンにしてて申し上げにくいですが、そういうことです。では次の質問に行きます。名もなきものはどうやって手に入れたんですか？実は私もキノックルさんと同様で、もともとは普通のジュゲムのぬいぐるみだったんですよね。普通のジュゲムだったんですけど、このように髪の毛を編集者のジュゲムに削がれて、さらには何か足りないって思ってそうですが、そうチャームポイントのメガネもないんですよね。でも甲羅を見てもらえればわかると思いますが、これは完全にジュゲムの甲羅ですよね。では次の質問に行きます。名もなき者に質問です。最近一番ひどい目に遭ったことは何ですか？確か店長に私の体を乗っ取られてしまったことですかね。しかも店長めっちゃ臭いんですよね。まさに地獄でした。では次の質問に行きます。もしぬいぐるみ日常の登録者が1000人いったらどうしますか？私はこのチャンネルを運営しているわけではないので、たとえ収益化できたとしても私には収益が入ってきません。なので私はあいつらの金を盗むつもりで。質問です。一番仲いいぬいぐるみはいますか？一番仲いいぬいぐるみか。私には基本的に友達はいないのですが、と言おうと思いましたが、一番仲いいぬいぐるみいました。待っててください。待って、何をするんやんすか？ということで連れてきました。こいつが私と一番仲がいいぬいぐるみですね。そんなわけないでやんすよ。痛いですね。何するんですか？栗松さんも後に殺さないとダメだな。まあいいや。よいしょっと。では次の質問へ行きます。名もなき者に質問です。僕と仲間にならないか？ぜひぜひ私と仲間になりましょう。私には友達とか仲間とかいたことがなかったので。はい、握手です。すみません、取り乱してしまいました。では次の質問へ行きます。名もなき者さんに質問です。クッパ軍団どう思いますか？クッパ軍団ですか？私はあまり関わりがないので、どうも思いませんね。好きでも嫌いでもないです。質問です。僕のこと好きですか？もちろん大好きですよ。チョロプーのチャンネルとはいえ、僕もコメントを一つ一つ読んでますから。今回質問に答えられなかった人もいますが、目を通してはいるのでご了承ください。あと皆さんいつもコメントありがとうございます。では次の質問へ行きます。名もなき者さんに質問です。自分はこのチャンネルで何番目に強いと思いますか？これは言うまでもなく、まあもちろん一番強。では次の質問へ行きます。名もなき者に質問です。ブルーロックと東京リベンジャーズと僕のヒーローアカデミアと呪術廻戦を見たことがある？最近流行ってるアニメなのかな？私はアニメとかは見ないので、チョロプー、ジュゲム、ガボンはそれを見たことがあると思います。あんまりアニメは見ないですが、気になるのでまた見てみます。名もなき者さんに質問です。
不遇な扱いをされても自分のことは好きですか？それとも不遇な扱いをされてる自分自身は嫌いですか？難しい質問ですね。自分が不遇な扱いを受けた時は少し自分のことが嫌いになりそうですが、やっぱり自分を好きになることでこれからどんなことがあっても乗り越えられるんじゃないかなと思います。ではもうすぐで私の仕事があるため、もうそろそろ最後の質問にしたいと思います。名もなきものは人を食べますか？もちろん食べますよ。まあそういう冗談は置いておくとして、今回皆さんご視聴ありがとうございました。こっちの関連動画もこっちの再生リストもぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとサブチャンの登録もお願いします。では改めて最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。